ちということで曇り空みたいですが、はい、西の空に並々雲を発見、雲底は低く、うん、雲は厚そうですといただいたんです。はい、ちょうどですね今日南の海上の方に低気圧があるんですね。はい、でその低気圧の端っこにできている並々雲ということになるかと思います。はい、でただその低気圧の海域の並々なのかまだこれから降ってくるのかというのは、うん、ちょっと今の写真だけだと判断できないかなというところですね。わかりました。遠くの山がまた隠れたりとかしたら雨が強まりそうですけどね。そうですね、うん、で今日、はい、午前中がこれだけ広い範囲で降るんですけれども、はい、昼頃一旦、うん、雨止んでくると思います。はい、ただその後午後もですねもう一度にわか雨の可能性がありますので、うん、はい、雨止んだと思ってもやっぱり傘は手放さない方が今日はいいんだと思います。うん、そうですね。はい、じゃあ続いて近畿エリアになりますが、近畿、こちら大阪府の貝塚市ひぐまさんからいただいたのはタイトルどうしようということです。はい、じゃあ見ていきましょう。今日は朝から霧雨が降っています。自転車で行くかバスで行くか迷います。でも帰りは雨降ってなさそうだし自転車かなということなんですが、うん、そうですね、ちょっと難しいですね。どうでしょう今ですね、今の状況を見るともう貝塚市ですよね。はい、周りを見てもポツポツ程度の雨しかありませんので、はい、行きはそうですね、自転車でなんとか短い距離だったら行けるんだと思います。うん、ただお帰りの時間ちょっとお帰りの時間何時かわからないんですが、はい、特に夜になるともう一回にわか雨の可能性があります。うんうん、でこのにわか雨はちょっとざっと雨足強まったりする可能性もありますね。はい、今のところ21時頃がそのにわか雨のタイミングだろうというふうに見てるんですが、うんうん、はい、ちょっとそれは前後することがあるかと思います。うん、なるほど。余裕が あればですね、はい、夜のにわか雨というのはそんなに長い時間降り続く雨ではありませんので、うん、はい、ちょっと早めに帰ったり、遅く帰ったりすることができるようであれば、お帰りも自転車で帰ることができるかと思います。なるほど、わかりました。まあ、でもそれほどこうザーという激しい雨ではなく、午後まではいかないと思いますね。うん、ただちょっと傘はいるレベルの雨には夜もう一回なるというふうに思います。まあ、10分天気が帰りの際も、ね、はい、ポイントですね。はい、わかりました。では続きましてまたブーグラスも撮ってみましょう。はい、では続いて中部エリアに行きますね。まず東海エリアです。はい、東海も今日は雨が降ったり止んだりという空ですが、はい、愛知県名古屋市こんちゃんさんからいただいたリポートにはタイトル微妙な雨ということでいただきました。はい、今は降っているかいないかレベルの雨です。自動車のフロントガラスには細かい雨粒がつきますが、歩行者は傘を持っていますが差していませんということなんです。はい、うん、そうですね、ポツポツぐらいの雨だと傘ささない方も多いですよね。はい、うん、はい、ちょっと今の10分天気で、はい、東海エリアのマップ見ていきたいと思います。はい、今の状況を見てみますと、どうでしょう、この辺り名古屋市のちょっと中心部からちょっと北ぐらいですかね。はい、この辺りは雨が降ってない曇りの報告で届いています。はい、ただその周りを見るとやはり雨の報告がたくさんありますね。そうですね、やっぱり今日もこのまま朝の出勤時間帯は降ったり止んだりという状況が続くかと思います。で、この南側の方ちょっと色が濃いですよね。はい、ちょうど豊田市とかそちらの方面ですかね。はい、こちらの方は傘がいるレベルの雨、サーぐらいの雨が降ってますので、ちょっと名古屋から南に行かれる方はやっぱりしっかりと傘必要な状況になってるかと思います。はい、じゃあその名古屋のちょうど駅近くツインタワーの様子を確認しましょう。はい、ライブカメラを見ていきます。名古屋のツインタワーです。こちら西の空を見ていますね。そうですね、かなりのっぺりとした雲広がってますね。うん、時折ちょっと並々っぽくもなるんですけどね。うん、そうですね、これもやはり南の海上の方に低気圧がありますので、はい、それの前面の並々雲ということになるかと思います。はい、
かりました。ちょっと今変雲なんかも見えてましたね。そうでしたね。雲の下にまたちょっと小さな、はい、こうポコポコという雲が浮いていましたね、うん、じゃああれもまた雨の兆しの、まあ、ポイントになりますからね。そうですね。はい、こちらもじゃあ空意味続けていきます。はい、じゃあ続いては北陸を見ていきたいと思いますので、同じく中部エリアですが、この辺りは天気マークとしても後雨あるいは雨一つのねところもありますね。そうですね。能登半島とか雨だけですよね。はい、こちらもうすでに雨降ってるところ多いんですけれども、はい、曇り後雨、その曇りの方にもにわか雨の可能性あるというふうに考えてください、はい、で後雨の方はしっかりと降るという雨になりそうです、はい、うん、特に帰りの時間帯にはザーザーあるいはもしかしたらゴーといったレベルの雨になるかもしれません。ちょっと金沢市のお天気ストーリーこちらで見てみたいと思います。はい、はい、こちらが今日の金沢のお天気ストーリー。まあ、午前中お昼過ぎぐらいまではそんなに強い雨にはなりません、うん、まあ、さーぐらいの雨ですね、うん、ただだんだんとこちら雨が強まってきます、はい、今予報の本線としてはお帰りの時間帯で本降りぐらいだろうと思ってるんですが、うん、この一番下の振れ幅5ですね、うん、一番予報が下の方に強い方にずれていきますと、はい、21時頃にはゴーといった激しい雨になりそうです、うん、で特に、はい、雷が鳴ったりとか、ええ、あるいはあられ、ひょう、そういった可能性もあります。もしかして今日もその大気の状態が不安定だったりするんでしょうか。そうですね、今日は寒冷前線が通過してきますので、うん、かなり状況は不安定ですね、はい、うん、なるほど。じゃあそういう現象が起きるときってどんな空意味なんでしたっけ。そうですね、雲が黒、真っ黒になるといった空意味ですね、うん、ちょっと写真で見ていきましょう、はい、こういった、はい、はい、あーかなり怪しいですよね、こうなったらね。真っ黒ですよね、はい、これだけ真っ黒だともう太陽の光がこの雲を通り抜けられないぐらい大きく太く発達しているという状況なんですね、うん、それだけ雲が発達しているということは激しい雨が降ったり、うん、もしくはあられ、ひょう、はい、そういったことが可能性として高まっているという状況になります。じゃあちなみに今はどんな色なのかちょっと見ていきましょうか、はい、新潟県上越市のしげさんからいただいたのは雨、傘を持って出勤ということでこちらの空です。今朝の上越市は雨は降っていませんが空はどんよりネズミ色、はい、昨日は雨に降られて濡れてしまったので今日は傘を持って出勤しますということです。そうですね、こちらただ今こちらから見た真っ黒な雲に比べるとだいぶ白っぽいというか、うん、グレーっぽいというか、はい、まだ明るさがありますよね、はいはい、このくらいの空の色だったらまあポツポツあるいは3ぐらいの雨で、済んでるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、わかりました。じゃあ Google Earth 続いて見ていきましょう、はい、続いては関東です、はい、さあ関東も今日は降ったりやんだりの天気ではリポートをいただいています。ご紹介しましょう。千葉県千葉市広江花の妖精さんからいただきました。タイトル、火曜の朝は雨。今朝の空模様は小雨から本降りの雨の中間です。体感は寒くなく暑くなくちょうどいいですが、部屋の中リビングは25度から6度もあり半袖 T シャツ姿で汗だくになります。南の空に波々雲なのか骨骨雲なのかそれらしき雲が見えます。これは天気回復に向かうところなんでしょうかということです。なかなか今日の関東エリア天気回復というわけにはいきませんね、はい、実はまだその南の海上の低気圧というのは関東までやってきていません、はい、ですので、今波々雲見えてるとしたらですね、うん、そのこれからやってくる低気圧の前にできている波々雲、うん、そちらの可能性の方が高いかと思います。じゃあこの広い花の妖精さんがおっしゃってるように回復ではなくどちらかというとこれから少し強まってくる雨の傾向なのかなって感じしますね。そうですね、うん、はい、今日は関東エリアは夜までずっと同じような空になりそうです、はい、降ったりやんだりという状況ですね。わかりました。じゃあ続いては東北エリア見ていきましょう。はい、
東北エリアはだんだんと雨は後雨というものに変わってきますね。はい、まだ雨降ってるところは少ないです。皆さんからいただいている10分天気の報告でも雨の報告はだいぶ少ないという状況です。はい、ただもう新潟県とか福島県そういったところからは雨の広がりが、うん、皆さんの報告から読み取れます。はい、じゃあ実際に岩手県からいただいた矢巾町の空読みのリポートです。イカプンさんからいただいたのはタイトル曇り空のスタートということです。今朝は予想通りの曇り空でした。朝娘と散歩しているとさまざまな鳥の声、ヒバリにスズメ、ケンケンというキジの鳴き声も、なんだろうと娘と散歩しながら悩んでいました。運転は南昌山と、同じ高さなのかな。帰りの雨を心配して傘を持たせましたということで、南昌山とは848メートルの山なんだそうです。そうですか。そうするともう1000メートルを切ってると、そのくらいの高さということですね。うん、もうそのくらいの高さになってくると雨降り出してもおかしくないかなというふうに思います。うん、はい、で今日東北エリアの空読みとしてはですね、はい、波々雲、波々雲が見えると天気下り坂、もう間もなく雨が降ってくるというサインになります。わかりました。じゃあこちら東北エリアの方は波々雲で天気下り坂を追うんですね。そうですね。はい、じゃあ最後北海道です。はい、北海道からいただいたリポートもご紹介します。今はね雨マーク後雨となっていますが、こちらは函館市この葉月さんからは今にも降り出しそうということでいただきました。はい、今にも降り出しそうな空です。風も吹いているので寒く感じます。函館さんの頂上も雲で見えません。そして玄関を出てすぐほーキュキュって泣いたような気がしますが、自信のない表現ということで、はい、今日はどうでしょう、この小豆さんが感じた北海道の天気なんですけれども。そうですね、北海道エリアも天気下り坂に向かっています。はい、ただ札幌だけはどうも様相が違ってるようです。はい、今札幌の10分天気の報告見てみますと、はい、影はっきりが届いてるんですよ。確かに先ほどソラチャットでいただいた方も小屋鉄道さんはかなりまだまだ天気大丈夫そうというふうに黄色っておっしゃってました。うん、そうですね、ちょっとこちら雨の報告もありますけれども、周り赤いマーク影はっきりという報告で、ちょっと札幌に関して言うと崩れもう少し先になりそう。うん、北海道エリア全体的に雨降り出すのは今夜遅くから明日ということなんですけれども、はいはい、この後札幌に関してはちょっと晴れが長持ちしてくれそうですね。お昼ぐらいまで、晴れの天気続いてくれそうということで、はい、今12時のところですね。お昼にかけての札幌の天気マークを変更してます。あ、なるほど。今曇りだったのを晴れと言ったことに今変更してますので、はいはい、札幌に関して言うともう少し日差し楽しむことができそうです。わかりました。じゃあその札幌のテレビ塔のお天気カメラ見ていきましょう。はい、ではテレビ塔のライブカメラです。あ、確かに青空出てますね。そうですね、雲も少しありますけれども、はい、空青い様子見えますね。じゃあ少しの時間なら札幌の方のみ洗濯できそうですね。そうですね、午前中はチャンスだと思いますので、うん、はい、まあ、薄手の T シャツなんかは、うん、乾かすことできるんじゃないでしょうかね。わかりました。まあ、でも北海道も下り坂ということですので、はい、午後には、はい、雲を広がってきてしまうと、そういう見解です。はい、わかりました。じゃあ今日は雨が心配のお天気のエリア各地あると思います。この後もぜひ空読みとそして皆さんの見解よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ありがとうございました。さあそれではですね、ここで皆さんと一緒に空ボタン見ていきたいと思います。五感予報してくださっていますので、こちら見ていきますよ。もうボタン押してくださいましたか。今のお天気あなたの五感で教えてください。ブルー雨が続きそう、レッド雨が止みそう、グリーン雨が降りそう、そして黄色まだまだ大丈夫、晴天です、あるいは曇ってますという方です。さあそれではですね、いきますよ、投票締め切りです。では見ていきましょう、結果はこちら。さあどんな傾向が出るんでしょうかね。まだまだという方が人数的には少ないんですけれども、続きそうという方が多いですね。じゃあマップで確認する前に数字で見ていきますね。
まずは続きそうという方が120名、やみそうという方が57名、降りそうという方が56名、そしてまだまだという方が34名でした。ではマップで見ていきます。さあ関東エリアはこの天気続きそうということで、ちょっとポツポツパラパラがねこの後も引き続きありそうって感じてますね。また続いては雨が、赤は何でしたっけ、やみそうは東海エリア、そして西日本ですね。そして降り出しそうというのは北陸エリアや東北エリアに多くなってきました。または降ったりやんだりしやすい中国四国エリアもいらっしゃいますね。でまだまだ大丈夫という方は北日本に多く見られます。特徴的に現れました。さあでは皆さんこの後も雨が続く天気気になります。それではですねこの後皆さんが見ている、今の窓の景色なんかを、ね、教えていただけれたらと思って、今日の空キャンバスのテーマはこんな感じにしてみました。皆さんもしあなたの家にライブカメラをつけたらどんな景色、あなたの家にライブカメラをつけたらどんな景色かなということなんですけれども、皆さんのお家まだまだライブカメラついてないですよという方もいらっしゃると思いますが、もしもつけたらどんな景色が見えるのか教えてもらいたいんですよね。さあそれではですね、ソラチャットを開いてみてください。さあそれではですね、ソラチャット見ていきましょう。今ですねもうボタンがついています。このソラキャンバスのボタンがついていますのでクリックしますと出ました。このね右下にあるのでここクリックです。どの方向でもいいですよ。自分の家の窓から、ここが空闇に向いているんじゃないかという景色があったら、その様子をちょっと描いてみてください。何が映っているのかを例えばこう描いて、その上になんとかさんって書いてもいいですし、なんとかタワーが見えていますというのでもいいですので、こちら後ほどまた8時40分あたりですかね、締め切っていきたいと思いますので書いておいてください。ではここで交通気象センター今朝の通勤天気8時台について聞いていきましょう。交通気象センター高島さんお願いします。はい、では鉄道の最新の状況をお伝えします。まずは関東版の通勤天気メンバーから寄せられる遅延のリポートを見ていきたいと思います。横須賀線ですけれども、朝6時10分に人身事故があった影響で今も大幅な遅れが続いています。ホワホワさんからは大幅遅れということで8時21分でもいただいてまして、今度列車によっては1時間半ぐらい遅れているといったコメントも届いています。そしてですね、保土ヶ谷駅をご利用の秋 JKOP さんからの情報によりますと、保土ヶ谷駅では駅で横浜行きのバスに振り替える、その乗車券を発行中ということで、バスによる振り替え輸送も行われている、そういった状況だなようです。はい、そしてですね、同じような並行して走っている湘南新宿ライン、プリンちゃんさんからも大幅遅れといった情報をいただいてますが、はい、こちらもですね、同じ湘南新宿ラインご利用のプラティさんによりますと45分遅れということで、結構遅れてますね。そうですね、大幅に遅れが出てしまっているといった状況です。はい、この他の路線でも東海道本線で10分ほどの遅れ、そして総武本線など総武線の快速もですね、東京までの、運転ということで千葉から東京駅間での、折り返しの運転がされているので、その普段ですと総武線快速、横須賀線に乗り入れていくんですが、今日は東京駅で、折り返し運転してますね。ということで各地でですね、この朝の、遅れの影響が広がってきているといった状況です。はい、はい、で関東だけではなくてですね、この時間近畿でも新しく遅れの情報が入ってきています。はい、大阪環状線なんですけれども原因は不明ということなんですが、
3日連続で環状線遅れていますといったことでコメント届いています。現在10分前後の遅れということなので、はい、まあ、なんとか、ね、会社にはギリギリ間に合うぐらいの遅れの幅で済んでいるといった状況ですけれども、まあ、ちょっと連日雨も降ってますし、連休明けで、まあ気分が悪くなってしまう方もいらっしゃったり、まあ、そういったいろいろな要因によって、うん、鉄道に遅れが出てしまっているといった状況ですので、まあ、これから出発される方も早め早めの行動をしていただいて、運転再開された後でもですね、大きな遅れが出てますから、振り替え輸送の情報なども、はい、通勤メンバーからの情報を詳しく届いているものを確認して出発していただければと思います。はい、わかりました、まあ、この朝の通勤時間帯に結構各地でこのような路線の遅れや運転見合わせが発生してしまっている状態は、まあ、しょうがないといえばしょうがないですが、できればね、皆さんこれを察知した時点で早めの行動、早めの出勤ができるといいですね。そうですね、ちょっとね、5月なので、ね、5月病になってしまっているのかなという気がしますけれども ね、通勤メンバーでみんなでこう支え合いながら情報交換して、はい、元気に楽しく通勤していければですね、こうした遅れも少しずつ少なくなってくるかなと思います。はい、わかりました、はい、またこちらの状況など変化が出てくると思います。引き続きよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。現在横須賀線では大幅な遅れということになっています。その他の路線にも振り替え輸送されているところがあるんですけれども、こちらでも混雑が発生しているようです。関東エリアの方はそちらの方で十分注意してください。また近畿エリアでも遅れが出始めました。5分程度ですけれども、こちらも皆様の混雑につながってくると思います。十分に気をつけて出勤されてください。ではこの後8時30分より皆さんと一緒にソレミバージョンアップ見ていきましょう。おはようございます。時刻は8時30分を回りました。ここからもソライブモーニング、小野恵美がお送りします。よろしくお願いします。さあ、残り30分ですけれども、現在皆さん空キャンバスの方はいかがですか？進んでますか、お絵描き？私はですね、実際に見えるものはこの予報センターの窓から見えるものにしたいなと思ってるんですが、皆様はお家の外に見えるものでお願いしているんですけれども、もし皆さんのお家にこうライブカメラを設置したら、あなたはどの方向の窓に設置してどんな景色が見えるか教えてもらいたいんですよね。じゃあ私もですね、実際に描いてみたいと思います。この空窓といったらいいんでしょうかね、ここの窓から見える景色にしたいと思いますが、できればですね、しらせの方向がいいかなと思ったんですけれども、しらせ映るかな、しらせに注目はい、今日はしらせしか見えません。後ろの東京スカイツリー全く見えないんですけどもね。じゃあちょっとどんな感じかな、ちょっとこう湾になっててこんな感じかな、ちょっと分かりにくいけど海があって、皆さんも何が見えるか教えてくださいね。まさか皆さんのお家からしらせ見える方いるのかななんてね、しらせ本当はオレンジなんですけどね、赤で描いてみたいと思います。実際に今日のお天気でここが霞んでますっていう風なことを教えてくださる方でも大丈夫ですよ。ぜひ教えてくださいね。しらせって大きいですね。しらせはこんな感じかな、いろいろこう煙突みたいのがついてるけど大丈夫かな、こんな感じですね。
なんていう文字が書いてあるんでしたっけ。書けるかな。しらせ。もうこれちっちゃいね、ペンで書けばよかったんですけど、まあいいや。これとあと東京スカイツリーがブルーで書かなきゃ、あ、ブルーで書かなきゃですね。こんな感じ。これからどんどん大きくなっていきますからね。皆さんは進んでますか。でこう東京のね、こう街並みがあって、ビル群がこういっぱいあるんですよ、東京は。結構細かいですよ私。こんな感じかな。さあそれではそろそろ締め切りたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんも教えてください。あ、締め切りはじゃあもうちょっと待ちましょうかね。さあじゃあちょっとこう遠くにはね、こう山並みも見えて、かなり視界がいい時の場合ですけども、こんな感じでいかがでしょうかね。さあ皆さんもこんな感じでいいかな、いいかな。工場がいっぱい見えてる感じわかるかな、船橋の。よし、じゃあまた後で私のも発表していくので、ぜひ皆さんも教えてください。じゃあ送信、私のは完成です。よし、じゃあ皆さんぜひね、あと6分ぐらいですけれども、ぜひ書いておいてください。じゃあ続いては今日の空耳バージョンアップ見ていきたいと思います。ではここでもまた予報センターですね、予報センターの森口さんにつないで今日の空耳しっかりと伝えていただきます。それでは森口さん、はい、お願いします。 先ほどしらせの様子も見たんですが、もうしらせすらうっすらとしか見えないぐらいちょっと霞んできちゃってる。そうですね、雲が広がってきてる、はい、そのためにしらせも見えづらくなってんだと思います。そうでしたね、はい、はい、じゃあこれからこの空読みなんですけれども、はい、各地の様子と合わせて教えてください。そうですね、ではまず皆さんからいただいてます10分天気マップ、こちらの方から見ていきたいと思います。はい、はい、引き続きですね、関東から西のエリアは雨の報告が非常に多くなっています、うん、ま、相変わらず弱い雨、ポツポツパラパラといった雨がほとんどなんですけれども、一部こういう濃いマークですね、はい、こういったところはさあ、あるいはザーザーですね、こちらのマークは、ま、傘がいるレベルの雨になってます、はい、で、こういった各地で雨が降ってますんで、朝の出勤時間帯はやはり傘必須ということになります、はい、でただ今ですね、10分天気のセカンド項目を皆さんの五感を使って雨がどうなるのかといったところを聞いてるんですが、うん、はい、そちらを見てみますとちょっと面白い結果になっています、はい、どんな結果、これが皆さんからいただいている五感ですね、うん、この水色、これはですね、はい、雨が弱まってきそうという皆さんの五感なんですね。中部から近畿ですね。そうなんですよ、この辺り東海から近畿にありますね、はい、今よりもちょっと弱まってきそうということを皆さん感じてらっしゃいます、はい、で逆に関東とか東北の南部、こういったところは今、はい、この白いマークが今と変わらないという報告、うん、そして紫は雨が降ってきそうという報告なんですけれども、はい、関東から北の方は止みそうとか晴れてきそうとか全くなく、うん、今と変わらないか、もしくは雨が降ってきそう、天気下り坂といったことに皆さんの五感でもなってます。なるほど、先ほどですね、皆さんと行った空ボタンもほぼ同じ結果になったんですよ。あ、そうですか、うん、だから皆さんやっぱりこのリポートで送ってくださる方と、こうやって参加してくださって、サライブに参加してくださっている方と同じ感じもね、やはり五感で感じてるんですね。はい、うん、でその五感で感じてる、はい、こういうのを感じてるんじゃないかなというのもあるんですけれども、その空読みのポイントですね、はい、まずそこを見ていきたいと思います、はい、
はい、こちらが今日の空読みのポイントになります。はい、まずはこちら関東から東海、この辺りの緑色の線ですね、うん、こちらは雲梯の高さに注目という空読みになります。はい、でこちらどういうことかと言いますと、こういった雲、遠くの山とかあるいは高いビル、そういったところにこういう雲がかかっていると、もう雨が降る、もしくはしっかりとは強い雨になってくるというサインになります。はい、うん、で逆に今この写真だと山頂見えませんよね。はい、これが雲がどんどん上の方に上がっていって山頂が見えてくるようになると、うん、雨が弱まってくる、あるいは雨が止んでくるといった空読みになります。はい、ですので今の東海とか近畿の方、おそらく遠くの景色とかがちょっとしっかりと見え出してるんじゃないかなと、うん、こういうふうに思いますね。はい、なるほど。もしそしたら東海や近畿の皆さんからいただく山のリポートに注目すると、これからの天気見ていけそうですよね。そうですね、うん、ただ一旦止んでも実はですね、はい、そのまますぐに回復というわけではなくて、今日はお帰りの時間帯にもまた雨降ってくるタイミングがありますので、はい、止んだと思ってもやはり今日お出かけする場合には傘持ってお出かけいただいた方がいいと思います。うん、なるほど。あと気になるのがですね、はい、北陸や、ま、新潟のエリアのお帰りの時間の雷や強い雨なんですけど、タイミング的には何時ぐらいにこう傾向が現れるんでしょうか。そうですね、だいたい北陸エリアなんかでは夕方ぐらいにはもう黒い雲が現れてくる可能性があります。はい、空読みのこちらで見ていきますと、こういった真っ黒な雲が現れると雷雲、あるいは雷雨、突風、氷、あられ、そういったことになるんですけれども、うん、ストーリー金沢で見てみますと、うん、ちょうど21時ぐらいがピークになってますね。はい、この辺りをピークに豪雨という雨まで可能性としてあります。うん、でザーザーレベルの雨でいうと、もう18時ぐらいにはザーザーレベルの雨になる、そういう可能性があります。なるほど。じゃあやはり今の雨が弱くてもしっかりとした本当に傘を持っていかないと、ちょっとお帰りの時には大変そうですよね。そうですね、わかりました。遅い時間ほどしっかり降ってきますんで、うん、はい、早めに帰れるんでしたら早めに帰られた方が今日はいいかもしれません。そうですね、結構強い風も吹くんでしょうか。はい、そうですね、発達した雲の下ではかなりの突風ということも予想されます。うん、はい、ちょっと丈夫な傘じゃないと壊れてしまう、そういう可能性もあるかと思いますね。わかりました。また雨が少しでも弱まるタイミングを10分天気予報で見てからお帰りになった方がいいですね。そうですね、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、ではどうもありがとうございました。では空読みバージョンアップをお伝えしていきましたが、やはり今日は雨が降ったりやんだりの天気、山の方にかかるですね雲を見ていただけると、高さが上がると空が回復してくる、天気回復です。一方で山がどんどん隠れてくると下り坂、これから雨が強まる傾向となりそうです。また今日特に新潟など北陸エリアの方は、遠くの方から黒っぽい雲がやってきたら、これは雷を伴った強い雨が降る可能性があるという空読みができそうですね。特にお帰りの時間帯、外の様子確認してから出られると良さそうですよ。10分天気予報も上手に活用してお帰りください。さあそれではそろそろ空キャンバスの方を締め切っていきたいと思うんですが、皆さんもうお書きになりましたか。じゃああと30秒ぐらいで締め切りたいと思います。私はちなみにこのね、先ほども言いましたけれども、予報センターから見えるしらせの、ね、方向の様子をお絵描きしてみましたので、皆さんと後ほどしっかり見ていきたいと思います。さあ皆さんはどんな景色を描いてくださったんでしょうか。あと10秒ぐらいです。5秒前、4、3、2、1、終了です。締め切りました。さあでは皆さんがどんな景色を描いてくださったのか見ていきましょう。こちらです。はい、さあそれではまずはこちらなんですが、お、いろいろ描いてくださいましたね。まずはホヤテッドさん、札幌の方です。公園の桜が見えて山の方向に向かう一本道かな、こんな感じの
窓の様子、ライブカメラをつけたらこんな感じに見えますよということです。空読みできそうですね。この山があると方向としてはどちらでしょうかね。もし西の方向だったら手稲山とかもね近いんじゃないかなと思うんですけど、札幌もねいろいろなエリアがありますからね。一つ目標にする山、空読みの目安にする山にしてもいいかもしれません。ハイテッドさんありがとうございます。あ、東側なのでそんなに高くはないですということですね。うん、でもし東側からやってくる雲の様子など終えていきそうです。よろしくお願いしますね。空読みポイントにしてください。続いて、こちらは格納神さんでよろしいでしょうか。電柱が見えますということです。電柱ね、近くにあるんだ、こう目の前にあるのかなと思うんですけれども、ぜひこの遠くの方もね見てみてください。きっと青空など見える日は綺麗に見えるんじゃないかな。じゃあ続いてケンケンさん、多治見の方です。山かな、これは山と屋根の色かなと思うんですけどもね。はい、あとブルーがあるのでこれは空かなと思います。あ、これ団地みたいです。団地、うん、なるほどね。結構でもこれ空かなと思うので、ちょっとでも見える空からね、お家の中から外が見える様子、あとは例えば外を歩いてる人、傘さしてるかなとか、あと日傘さしてる、帽子かぶってるね、人が多い団地だとそういう服装なんかを確認できそうですね。じゃあ続いて水月さん、東側に南アルプス、おー、じゃあ結構景色いいんじゃないかなと思うんですよね。わー、ぜひじゃあこちらの方も綺麗な山々見えると思います。これからもね素敵なリポートお待ちしてますね。続いてキッドさん、羽生市です。こちら南側かな、富士山が見えますということです。富士山かな、富士山で合ってますかね、それとも山かなね。あと電柱があって、お家があって、森があって、青空がね見えた時は綺麗でしょうね。富士山が見えるんですって。じゃあぜひ富士山の空読み、笠雲があるかどうかなんていうのもぜひ毎日ね、毎日じゃなくてもいいですので、まず気がこう向いた時に空読みしながら皆さんと富士山の景色持っていきたいですね。続いて下校さんです。こちらは立教かな、こう橋が渡ってて山があって、おお、景色が綺麗、自然たっぷりのところにお住まいなんですかね。ありがとうございます。ちゃんと月がいますね、月光さんの。じゃあ続いてこれ私です。しらせと東京スカイツリー、東京の山並みと東京の街並み、あと船橋の工場総武線じゃなくてこれ京葉線書ききれずね、はい、しらせです。こんな感じにね見えるところありますよ。どちらかというと予報センターのですね方向です。予報センターの交通気象センター側から見るとこんな感じかなと思います。はい、で続いて空見えんてっていう猫ちゃんが2匹いるから見えませんよということですね猫です。じゃあ続いて、生駒山はビルの影で悲しいということで、あ、ちょうどてん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 ある、これが生駒山ですね。なるほど、こちらはナムーンさんということで、生駒山が本当は見えるんですけどね、こういう風にビルがね密接してる住宅地は結構難しいですかね。じゃあ続いて見ていきましょう。続いてはげんちゃんさん、お、成田空港が見えるんですって。千葉にお住まいです。森があって家の屋根がね空ボタンのあのボタンの色みたいにいろいろな今ね屋根の色あります。こういう風に今日はこれ何、これもしかして微粒雲ですか、尻尾が見えてますということですよ。今の天気も描写してくださいました。じゃあ結構飛行機が遠くの方とかこう降りてくるのが見えるんでしょうね。これだ、飛行機見つけた。じゃあ続いてサバトラシロさんから、神戸の方ですが、スカイマークスタジアムが見えますということです。あら、じゃあ夜とかは結構ここでね強い光がこうスタジアムに当たってて、野球が行われたりとかサッカーがあったりとかするんでしょうね。フィルさん、これは山陽本線が見えますということで、フィルさん広島の方です。
おお、団地があってビルがあってお家があって桜かな、なんかね大きな木があって目の前を山陽本線が通ってるんですって。線路が見えるっていいですね。電車好きにはたまらない景色、ぜひここライブカメラ登録しておいてください申請してみてください。続いて目視的探知機さんは、あ、すごい、これ全方位書いてくださいましたよ。ね、まずはじゃあ南はこれ何山かな、山があるんですね南はね。愛媛の方ですね。何山って読むんでしょうか。続いて東は朝日がよく見えますということですね。石淵山、石淵山、石淵山、あ、なるほどね、はい。続いて北側は虹が見えたりよくしますよ、あの海が見えるのかな。で西側は夕日と飛行機が飛んでいろいろ見えるんだろうな。この辺りね、住宅地があるんでしょうね。ありがとうございます。まさに目視的探知をされてるんですねじゃあ続いてモバブロさん、西の空が見えますということ、西側の窓は木があって青空と太陽がよく見えますということですね。はい、お家とこれはなんか草原かな、ちょっとね畑っぽくなってるんでしょうか。続いてこちらは、こちらの方はですね、少々お待ちください。マスオデム町さん、栃木県の方、日光の日光連山見える、約 2500m、 遠くの方に見えるから空見できますね、川が流れてる。あ、日光か、山々綺麗ですよね。栃木県からでした。続いてのぶりんすもさんから、愛媛の方ですね、今春からいただきました。海にしまなみ、これか、てんてんてん、しまなみ海道、これですね、これか、しまなみ海道がこれですね。渦潮がありますよ、渦潮がありますなるほど、綺麗な景色ですね。ここも空読みとかライブカメラに向いている。じゃあ続いて、前と後ろ両方見ても家ですという春さん、なるほどね、稲毛の方です。結構ね、東京とか来ちゃうと目の前ビルとか多くありますね。じゅんじゅんさんはこんな感じだったということですが、鯉のぼりがちょっと見えてたという家の外の様子だったそうです。ということでですね、本日皆さんからいただいたのは、ライブカメラを設置したらこんな景色が見えますという報告、そちらいただきました。もしですね、本当にここライブカメラいいなって思ったとこ今すごくたくさんあったので、ライブカメラつけてみたいですという方いらっしゃいましたら、ぜひライブカメラつけたいですというふうに申請してみてください。今はできるんでしょうかね。募集はまだ今は公開して行ってないんですけれども、ぜひつけてみたいですという方いらっしゃったらお声かけていただければと思いますね。じゃあ皆さんからこういう風に、ここはこんな空が見えますという風に教えていただけて、私はなんかすごく親近感が湧きました。あ、つけたいという方いらっしゃいますし、地下鉄の駅の外など置いてもらうと嬉しいです。あ、駅の近くはね、知りたいかもしれないね。地蔵じいさんつけたいということで、個人的に購入するという方ね。さあ皆さんいろいろありますが、ぜひ皆さんの、でも目が一番のライブカメラになっていますので、ぜひね、そういったことを空読みで教えていただければと思います。じゃあ最後にですね、ライブカメラを見ていきましょう。しっかりと靖国通りのライブカメラです。靖国通りでは今どんな空なのか、こちら、道路が濡れていますね。でも新緑の季節、本当に緑が綺麗な季節になっています。さあ傘さしている人も多くいらっしゃいますね。通行人の方は傘さしていらっしゃいます。今日は1日傘が必要なお天気です。今日は10分天気予報などを使って、ぜひ皆さん通勤中も、そして外回りのお仕事中も傘忘れないようにしてください。ということで本日は空読み日和となりそうです。この後も雨に気をつけて、お帰りの際も十分に気をつけて帰ってください。ということで本日3時間どうもありがとうございました。ソライブモーニング、小野由美がお伝えしました。それでは今日も元気にいってらっしゃい、頑張ってください。
月11日火曜日、ソライブサンシャイン、小田夏実がお送りします。今日は各地すっきりしない空模様となっています。千葉幕張では朝から雨が降ったりやんだりのお天気です。ちょっと今日はどんよりしています。はい、今日は東日本から北日本ほど傘の出番となりそうです。はい、お天気はねすっきりしませんが、今日も笑顔で頑張っていきましょう。はい、では各地から届いたウェザーリポートを早速見ていきます。まずは群馬県富岡市のメグさんからのリポートです。タイトル、しっとり。しっとり小雨が降ったりやんだりです。傘なくても空は明るいグレー、いいおしべりに緑もしっとりほっとしてるみたい。はい、今日群馬県でもポチポチと雨が降っているようです。今日はしっとりした雨ですね。ただ植物たちにはしっとりした雨、恵みの雨となってるんでしょうか。はい、今日の雨でね、植物やカタツムリなども生き生きしてくると思います。では続いてこちら見ていきます。鹿児島県姶良市のあくまきさんからのリポートです。タイトル、曇り空。曇ってますが回復傾向とのこと。暗くはなく明るい曇りです。ひんやりしてますが昨日みたいに肌寒さは感じません。ツバメさんカップル、まだ巣作り始めません。はい、この電線に止まってるのが、あ、ツバメさんですね。はい、ツバメ、電線に止まってるのがツバメのカップルだそうです。はい、ツバメが低く飛ぶと雨ということわざがありますが、皆さんは今日ツバメ見ましたでしょうか。ぜひ今日はそういう動物の行動にも注目してみてください。では今日はどのような点に注目して空読みしていけばいいのか、空読みのポイントも聞いていきましょう。予報センターの小池さん、お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、小池さん、今日は各地すっきりしないお天気で、はい、そしてまだ西日本では雨が残っているようですね。うん、広範囲にですね、パラパラやさ、はい、そういった降り方のところあったりですね、はい、あと雨雲がちょっと抜けたりするとですね、霧雨、ちょっとしっとりする程度の弱い雨に変わったりとか、ちょっと降り方もまばらな感じしてますね。はい、わかりました。一方東日本や北日本では、東日本は今ちょうど雨が降っていて、はい、うん、そうですね、はい、関東あたりまで雨雲が広がっています。はい、わかりました。では今日はどのあたりに注目して空読みしていけばいいのか、空読みのポイントを教えてください。はい、わかりました。じゃあマップで確認していきましょう。はい、はい、まず西から順に行きます。中国四国方面の主な空読みです。はい、雲がですね、黒い雲、これが近づいてきますとざっとにわか雨のサインということになります。全般に雲に隙間があって、降り方今現時点では弱いんですが、だんだんお昼以降少しずつ雲に高さが出てきます。黒い雲、色がちょっと黒いものも見えてきましたら、ざっと強まるサイン。それから、北陸から山陰にかけてですね、さらにそういった活発な雲通りやすい場所になります。こちらは雷雨とあります。雷も加えて遠目で音がする、黒い雲に加えて雷が鳴っている、そういったところになりますと強く雨が降るサインになります。はい、すでに雨雲の広がっている、関東から中部、近畿方面、こちらに関しましては雲がアップダウンする、その高さに応じて、雨の強さが変わってくるという形になります。全体的にのっぺりとした白い雲からは、パラパラさー程度のとどまりの雲、少し下に、灰色の雲なんか現れてきますと、もうちょっと雨足の方が強まってくるといった感じになりそうですね。はい、北海道から東北方面、この方面になりますと全体的に曇りで、まだポツポツと弱い雨が散らばっている程度です。はい、こちらは雲の底が下がってきて、なみなみと島々ですね、こう波を打つような雲がだんだん出現してきて、さらに地表に近くなって圧迫感を感じるような雲がありますと、だんだんと天気崩れてくるといったことの間接的な空読みのサイン、そういった形になっています。はい、
今日は北陸エリアでは雷の可能性もあるんですね。そうですね、はい、しっかりと背の高いような雲が接近してきて、はい、風、突風ですね、それから雷にざっとザーザー、ゴーゴー、そういったところの雨のランクに高まる可能性もあるかなというふうに思います。はい、わかりました。そして今日は沖縄では一旦梅雨の中休みといった感じなんでしょうか。そうですね、はい、雨の方はですね一回休みまして、はい、少し先のお話になりますけど半ばあたりに晴れ間が出るとかでまた1週間後ちょっと前線の影響で雨が降ったりとかいう感じになりますのでしばらくはお休みかなというふうに思います。はい、わかりました。小池さん、はい、ありがとうございます。はい、今日は広いエリアですっきりしない空模様となります。しっかり空読みをして空の変化を追っていきましょう。では今日の各地のお天気をマークで詳しく見ていきます。それでは全国の天気をお伝えします。まず西日本です。那覇は梅雨の中休み、昼間はちらっと日差しのチャンスもありそうです。福岡は午前中はさっと通り雨が心配です。広島や高知もにわか雨があるので外出は折りたたみ傘が必須です。大阪もすっきりしない空、一旦止んでも再び雨が降る可能性があります。次に東日本です。名古屋は闇間もありますが一日を通して雨が降りやすい天気です。金沢は昼間はさーっと降る雨ですが夕方以降は強い雨、雷に要注意です。東京は雨が降ったり止んだりで傘が手放せない一日、昼間も気温は上がりません。続いて北日本です。仙台はだんだんと本降りの雨になりひんやりした空気に包まれます。秋田は昼間はにわか雨が心配、夜は強い雨が降り雷雨になる可能性があります。お帰りに備えて大きめの傘を準備した方が良さそうです。札幌はゆっくり天気下り坂、遅い時間ほど雨が降り出すので早めの帰宅がおすすめです。おしまいに週間天気、まず大阪から那覇です。大阪から福岡は水曜日以降は天気が回復しますが日差しがあっても暑さは控えめ、過ごしやすい陽気です。週末は再び天気下り坂に向かいます。那覇は傘の出番が減りますが空気はジメジメで梅雨らしい空です。週末はムシムシ感がアップしてざっと雨が降りそうです。最後に札幌から名古屋です。札幌は水曜日はざーっと強い雨が降って傘必須、